出とろ、アケロイド死刑だ。なので今回は恐怖体感3000倍の呪音をプレイします。は？違うだろ。すいません、宮田です。今回は恐怖体感呪音をプレイしたいと思います。このゲームは皆さんご存知だと思いますが、日本を代表するホラー作品呪音を題材としたゲーム。音しょぼ。さてゲームが始まりましたが、飼い犬が何かに引き寄せられるように怪しげな廃工場に突っ込んでいきます。そこは飼い主が制御しろよって話なんですけど、ゲームなんでしょうがない。そんなこと言ってたら白い下半身を発見します。待って、飛ばない。このクソ犬リードつけてねえじゃねえか。条例違反ですよ、条例違反。はい、まず最初に操作するキャラは秋穂という少女です。犬を追っていかにも怪しい廃工場に潜入します。ちなみにゲーム画面が暗すぎて視界が悪すぎるので編集でどちゃくそ明るくしています。無編集だとこんな感じです。暗い。しかもこのゲームの明るさ調整はゲーム内でするのではなく、使っているテレビの明るさを調整しろとかいう完全に他力本願のストロングスタイルとなっており、開始早々このゲームの凄みを感じてしまいます。そしてホラーゲームお決まりの謎の力で入り口が封鎖されてからやっと操作開始です。さーて探索しちゃうぞ。まったく体が動かん。このゲームゲーム内で操作説明が一切ありません。まあこれに関しては説明書読めば問題ないです。ただこの時代のゲームで一切操作説明がないのはかなり珍しいですね。ということで懐中電灯一つを頼りに探索が始まりますが、早速本作の敵が出てくるので紹介しましょう。3、2、1。はい、今のが本作の敵の一人であるコウキくんではなくトシオくんですね。この後出てくるであろうカヤコの息子で、カヤコが自爆霊化した際に巻き添えで飼い猫と蝶を融合して同じ自爆霊と化してしまった悲しき存在です。本作では基本驚かし要因として頑張ってくれますが、たまに殺しにかかってくるので注意が必要ですね。で、さらに探索を進めようと思うのですが、プレイヤーキャラの移動速度がイメトレしてるばっくらい遅いので、狭いマップであっても時間がかかります。
はい、ここで予備電池を入手しましたが、この電池こそが本作一番のホラー要素でして、まず左下にあるゲージがライトの電池残量となっており、これがなくなると即ゲームオーバーとなります。そしてこの電池の減りに対して操作キャラの移動スピードがゲロ遅な挙句、マップも暗くて見づらいため探索に時間がかかるので、もはやかやこやとしおくんを怖がるというより電池残量に恐怖するゲームと化しています。電池の紹介はここら辺にして、本作メインの敵であるかやこさんの紹介といきましょうかね。ちなみにさっきのドアの鍵を見つけるのに1本目の電池がすっからかんです。トリガー発動。デーモン。ハンド。はい、こいつが電池以下の存在であるかなこさんですね。怖さと可愛さを兼ね備えたキューティクルなやつです。ちなみに今のは顔見せみたいなものなんで、キューティーだけで撃退できますね。なので次は本格的に遭遇した場合のシーンをお見せします。さすがに恐怖感マックスの追跡が待っていることでしょう。上から来るぞ。気をつけろ。ここは一面のゴールが見え脱出できると思ったら、かやこに襲撃されるシーンです。右、逃げろ。え、リモコンを右一回振るだけでかやこは諦めてくれました。諦めるぞお前。これが本作のかやこがあんま怖くない理由でして、まず一つはかやこの出現位置はすべて固定です。宮田です。なので出現がガンダムだったり、マップを常に徘徊しているといったプレイヤーを緊張させる要素がないので、一度場所を覚えてしまえば全く怖くありません。二つ目の理由としては、先ほどのようにかやこと遭遇しても、もともとプレイヤーキャラの足が遅すぎてまさかとは思ってましたが、見つかったら敵から頑張って逃げるといったチェイスモードに移行するといった人気ホラゲーありがちな要素が一切なく、ウィーリモコンを指定の方向に数回振るだけで簡単に撃退できるというお手軽っぷりで、出くわしても片手でひねり倒すことができるような感覚で怖くないんですよね。さらにかやこの恐怖感を薄れさせる理由として、ウィーリモコンを使った操作感が悪いせいで、うわ、このように狭いところだと視点がとんでもないことになるので、結論かやこよりこの操作感の方が怖いですよ。ほんと、ちなみにこのゲームクイックターン機能もないので、振り向こうとするたびにこの視点事故が発生しやすいです。で、この操作感がもたらした悲劇がこちら。え、ちょっと待って、そもそも見えない、ちょっとあの操作感、操作性が悪すぎて見えないんだけど。せめてさ、視点切り替わるとかにしてくれよマジで。と、まあこういった感じで配信中のコメントに、ホラーゲームで笑うなとある通りついつい笑ってしまいました。てな感じで、かやこより操作性や電池の減りの方が全然怖いんですよね。本当にホラー苦手な人であればビビるかもしれないんですが、少し慣れた人がプレイすると内容薄すぎて微妙ですね。一面ですが、かやこを右の一振りで撃退して、行方不明であった愛犬アビーとも合流して無事脱出できたかと思えたのですが、通常プレイ中はクソ雑魚でしたが、ムービー中のかやこさんはさすがの強さを誇っており、このように逃げることができないようでした。こうして1面をクリアして2面に向かおうと思うのですが、このゲーム全部で5ステージしかないので、ボリュームに関してはフルプライスゲームの癖してかなりペライです。で、2面は病院ステージで、この病院が一番難しかったです。なぜなら部屋が無駄に多くて探索に時間がかかるからです。なので案の定電池切れが多発してゲームオーバーは避けられないでしょう。この番組はご覧の通りスポンサーじゃなくて電池が切れると終了します。故に何回か死んでやり直して、
電池の位置や鍵がある位置とかを確認して、いろいろ把握した上でクリアを狙うって感じです。金攻略手順としては、はい、2面ではなぜか花毛と戦わせられます。もちろん俺ら抵抗するね。懐中電灯で、つうかこの動きなんやねん。後ろ下がればいいだけだろこんなの、とか言ってたらいなくなりました。そしてお次は3面なんですが、このステージは主人公の兄がプレイヤーキャラで宅配員として働いており、荷物を届けようとしたところ、でっかいバイブでも入ってるのかな、いらねえって、ウーバーイーツでいいんじゃない。なんとウーバーかやこが出現して呪いというとんでもないチップを渡されました。まあ QTE で簡単に処理できるんすけどね。はい、3面になってもこれだけで諦めてくれます。かわいいやつだよほんと。ということでカットして申し訳ないんですが、4ステージ全てクリアしました。カットの理由としてやってることほぼ変わらない作業なんで、あしからず。で、4面をクリアしても隠しの5面は出現しません。出現させるには1面から4面に存在する全ての隠しアイテムみたいなものを回収しなければなりません。これが非常に面倒くさくてですね。なんでかっていうと、また同じステージをプレイしないとなんすよね。フリーズですね。 Wii のゲームでフリーズするってパフェクロじゃねえんだからさ。かやこを超える呪い発動するの、やめてもらっていいすか。ということで隠しアイテムの収集が始まるのですが、一体どんなものが隠しアイテムなのかというと、これです。こんな紙切れみたいなのが各ステージに4、5個あるので全て回収します。ちなみに意味不明なギミックもありまして、かやこ出現注意なんですが、この郵便受けを開けると、こんにちは、顔だけかやこが出現するので、また郵便受けを開いて調べると隠しアイテムが入手できます。この収集作業もサイレンのアーカイブみたいにストーリーの掘り下げとかになればよかったのに、入手しても特に説明や解説がないから、本当に見た目だけのただの紙なんすよね。こうして最終ステージである呪われた我が家が出現。早速攻略していきましょう。プレイヤーキャラは主人公の秋穂ですね。自宅に戻ってきたら家がとんでもないことになっていたという感じです。セコムしてますか？とんでもないセキュリティが発動して家から出れなくなりました。ちなみに秋穂が1面母親が、2面兄貴が、3面父親が4面を担当してたんですが、犬が身代わりになってくれた秋穂以外全員かやこに呪い殺されています。やっぱムービー中のかやこは最強なんすね。で、このかやこハウスと化してしまった我が家ですが、特に注意すべきところがあって、それは電池が1本しか落ちてないということです。つまり探索できる時間が今までのステージと比べて圧倒的に短くて、 RTA みたいなルート取りが重要となります。そこにはかやこに対する恐怖なんてなく、ただひたすら消耗し続ける電池との戦いです。知恵失せろ。ということでかやことの最終決戦に入ります。本編同様屋根裏に人間時代のかやこがいるので、それを見つけてしまった主人公でしたが、ファイナルラウンドファイト、出た出たと言っても相も変わらず QTE ですけどね。ただし最終面だけあって結構回数は多めです。はい、結局逃がしてくれることには変わらず、さっさとこんな家抜け出してくれるわ。あ、ムービーかやこはまずい。説明すると、一度かやこに呪われちゃうと回避方法や救済措置が一切ないので、絶対に受殺されてしまうため、犬が一度身代わりになろうとも秋穂の死は確定していました。なんでまあこの動画上ではかやこを何とかしたということにしたいので、こうしましょうか。
どうも、クソ投稿者です。皆さん、呪怨はいかがでしたでしょうか？完走した感想としては、原作愛が結構あるゲームだと思いました。特に、最終ステージのカヤコハウスの再現度は、かなりのものと見受けました。故に、キャラゲーとしてはそこそこ遊べるかもしれないんですが、個人的にはホラーゲームとしては赤点だと思いました。確かに急に驚かせてきたり、結構びっくりポイントは用意されてる感あるんですが、このゲームの驚くポイントって、物が倒れたり物が落ちてきたり、かやこまたはとしおくんの出現くらいしかないんですよね。私の場合、一面の時点で、あっこれしかねえんだって察して驚く気すらなくなりました。加えて、このゲーム、ホラゲー定番の謎解き要素も皆無で、拾えるアイテムも鍵か電池か最終面出すための隠しアイテムしかなく、ステージを攻略するというよりステージを塗りつぶす作業にしか感じられなかったです。その中でかやこと熱い駆け引きができればまだマシだったのでしょうけど、動画を見ればわかると思いますが、そんな要素もないので、個人的にはクソゲーかなぁとは思います。ただホラゲー体制が全くない人に罰ゲーム気味でプレイさせるのであれば、複雑な操作が必要ないからクリアするハードルは低いし、びっくりするポイントもわかりやすいので、そういった人がプレイする分にはまあ遊べるかもしれませんね。まあでもフリーの名作ホラゲやらせた方がいいとは思いますが、どうなんでしょうかね。ということで、これ以上このゲームを呪わないためにも動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。